こんばんは、急いで帰ってきました、はい、今日はめぐみんの卒業公演でした。ツインテール可愛かったです。私も泣いた。なんかめぐみんの成長にかもう感じられて泣いたし、お代理の手紙でも泣いたし、あと自分が卒業の時こんな感じなんかなとか想像したらなんか泣いちゃった。なんかね、もう疲れすぎて目がめっちゃ充血しちゃって、ダイヤの時は絶対行くと誓いました。そうで、私のファンの人絶対当たらなきゃダメなんだから、私の。え、来ないことってあるのかな、当たらないことってあるの、卒業公演で。あやかコールしてほしい。まだ卒業発表もしてないけどね。みんなお仕事休んでください。もうほんとヒダイヤファンでもう埋まらせたい。絶対に当たる権利持ってます。お、でもまだダメ。まだダメか。もうめっちゃめっちゃ目やが痛い。コンタクト取ろうかな。めっちゃ赤いよね。花粉じゃないの。泣いたからじゃないの、あのね、多分疲れるとめっちゃ充血するんですけど、疲れだと思います。なんか皆さんチャレンジでもらえるガチャ投げてってファンの人言ってるので、せっかくメイクしてるからさ、今度から撮りたくないんだよ。これを帰りに買いました。もう喉乾きすぎて、じゃあ、待って、テロップ書いてなかった。イベ中
これも結構飲む。なんかセブンのゼロカロリーシリーズ大好き。明日めちゃくちゃ早い。明日の予定どうしよう。明日どうしようかな。明日はあの収録があって、まあ収録っていうかお仕事なんですけど、もう朝めっちゃ早くて、やばい。こんばんは、劇場公演楽しかったですね。ありがとう、えいひれまよちゃん。お手紙も読んで、プレゼントもありがとうございます。嬉しかったです。最善。そうなの、この配信ね、もう家帰ってすぐ配信したので、30分にはもう申し訳なさすぎるけど帰ってこれませんでした。タクシーで帰ってきたんだけど間に合わなかった。テクテク散歩ですか。いいえ、目が痛い。受け取ってもらえてよかったです。洋服めっちゃ可愛かった。みんなプレゼントもありがとう。日曜日の雫公演当たった、嬉しい。雫公演もね、当たってる人結構いる。ねえ、めっちゃ痛い。次の配信時間調整します。何時がいいですかね。雫公園瀬戸利が大好きなので楽しみです。え、嬉しい。雫公園いいよね。待っててください。
もうね、めっちゃ目が赤い。やばい。もうさっきより良くなったかも。目薬さそう。ここを抑えるといいらしいですよ。泣いてないよ泣いてないよ、目薬だよ。あ、良くなってきた。なんかマジで多忙、なんか仕事してるなって感じがします。ここ最近は毎日配信ありがとう。いや、みんながね、頑張ってくれるから。え、3位まで2000ポイント、嬉しい。みんな頑張ってくれる。え、なんか最終日どうなるのかな。最終日どうなるんですかね。え、なんかすごい荒れるのかな。最終日珍米公演。あ、そうなの。最終日って1時間23時から配信しますよね。ダッシュで家帰ります。もうその時間が一番ピークに荒れそう。荒れるのは嫌いだけど、争い事大嫌いだけど、今回ばかりはしょうがないかめぐみんの卒業公演だったんだけど、もうほんと可愛かった。ドレスめちゃくちゃ可愛かったし、なんか大人になったなって思って見てました。めぐみんからもらったお菓子がこちら。お、3位になった、ありがとうございますお
めぐみからもらったお菓子。あ、すごいみんな頑張ってくれてる。だってすごい50位ぐらいまでさ、え、その下の人たちも、なんか嬉しい、ありがとうみんな、泣いちゃいそうなぐらい嬉しいですだからもう本当にもうやばい、疲れたって思うけど、疲れたって思うと本当にマイナスしか出てこないから、なんかこの疲れが今までとはなんか最近体験してない疲れだから、なんか人生でこんなに疲れることってあんまりないし、こんな経験はないから、ファンのみんなで頑張れるっていうの、この疲れを身に染みて、あの時疲れてたけど楽しかってたのが思い出だなって、なんか思えるようにな配信がいいなと思って、なんかその疲れもなんかいいなと思いながら今配信してますということで、ちょっと糖分を取ろうかと思ってるので、このめぐみんからいただいたクッキー、お菓子、これみんなにあげてたんだ、優しい。もう私もめぐみんとご飯行く約束したから、日程まだ決まってないけど、お返しする。私1日8時間以上普通に寝ちゃうから、そう、もう寝れないことがやばいです、自分の中では。今日本当に行きたかった。26日、もう当選発表しちゃった。何ありかな、これ紅茶めっちゃ美味しい。はい、終わったら一日寝ます。一日寝て、何しようかな、おいしいご飯食べてカフェ行って洋服買ってやりたいこと全部する。でも皆にお礼配信は絶対しようって思ってるから、後日改めて、もう次の日とかはちょっと休ませてって感じなんですけど、また改めて日を決めてお礼配信をちょっとしようかなって思ってる。1位ありがとう配信がいいので、もう最終日までもう1位取りたい。めっちゃ点数離れてんだけど、なんかママもすごい755見てくれたかな、ママがすごい応援してくれてて、家族みんなで星を投げて3周投げしてるっぽいので、ね、5日間連続配信、5日間、すごい、5日間やってる。ママ素敵でしょ、かわいいひだやちゃんが毎日たくさん見れて、こちらこそ毎日お礼で。なんか本当に私のファンの方ってさ、なんでそんな優しいのねえ、でも今日私の
手紙に、ひだやちゃんのファン、ひだやちゃんの人柄からファンの人も優しいんですねって書いてあって、なんかすごく嬉しくて、私のこともこう褒めてくださって、ファンの方も優しい人たちだねって言ってくださったのが、私としてはすごい嬉しくて、なんかただのファンじゃないんだぞって、なんか自分の心の中でもずっと思ってたから、すごくそういう言葉が聞けて嬉しかったです。多分みんなも嬉しいよね、私のファン歴長い皆さんも。今日めぐみんのお友達が10人くらい来てたんですけど、そう10人くらい来てたんだけどね、今ねあのニュース見たくてテレビつけてます。めぐみんのお友達行っても3列目4列目がめっちゃ女の子だなと思って、めぐみんのお友達来てて、めっちゃ私の方を向いてくれてるから手振ったら、あの最後のこう関係者の人たちが劇場に入ってきて写真をめぐみんと撮ってた時に、あの話しかけられて、女の子たちに、え待って、近くで見ていいですかって言われて、めっちゃ近くまで来てくれて、顔見て可愛いって言ってくれて、なんか嬉しかった、素直に友達めっちゃ可愛い子ばっかで、めぐみんの友達、そうもう推しメンですって言われて、なんかそんなめぐみんの友達に推しメンなんて言われるって思ってなかったから嬉しかった。でもすごく元気いっぱいな子たちで、めぐみんと同い年かな、だからもう10だから20歳いってないのか、すごいハキハキしてて、あのねめっちゃ可愛かった。私もめぐみのお友達なのにたくさん見ちゃったまた会いに来てくれたらいいな。学校とかのお友達なのかな。ひだやちゃんに出会えてよかったです。アイドルしてくれてありがとうございます見つけてくれてありがとうございますサンシュー終わった、ありがとう。この配信はね、36分まであります。みんなひだやどこで見つけたのか気になる。え、みんなどこで見つけたの。特に最近ファンになってくれた子あの私にファンになってくれた方、まあ、最近で言うと女の子が多いんですけど、まあ、どこで知ってくれたのっていうと、やっぱ劇場が多いんだけど、やっぱ劇場出てるから。でも友達に連れてこられて、まあ、AKB は何年ぶりに
見たんだけどみたいな、そのハマる予定じゃなくて友達に連れられて行ったらなんか見つけましたっていう人がね、私のファンの方で多い気がして、であとは結構前から応援してくれてる方は配信とかやっぱあとコンサートとかイベントとかかな、8だと。アンロケアンロケアンロケ、いつのアンロケだろう、嬉しい。 K 公演、あ、K? K 公演したいな、またガツガツに踊る系の。初めて行った8劇場公演、パーティーが始まるようだよね。 TDC の新春コンサート、TDC の新春コンサート、いつのやつだろう、2000、めっちゃ前、6年くらい前のやつ。アイドルの夜明け、嬉しい。ジェットコースター、それはちょっとお黙り劇場公演です。こんな美女がいるなら早く教えてほしかったです。もうその言葉が嬉しい。今からでも全然嬉しいですよ。友達に連れて行ってもらった劇場公演です、嬉しい。あ、川口湖のライブ50周年、すごい、みんなめちゃ答えてくれる。2014年8公演が始まってすぐ、じゃああなたとクリスマスイブのやつ見てたんだね。先ほど公演中アイコンタクトあざした、アイコンタクトしてた。パーティー公演の穴くりかな、あなたとクリスマスイブっていう2人のユニット曲があるんですけど、それだったけど今やりたい。モノマネ小学生コスのショールーム昔配信でね、昔配信でやってたね。劇場の帰りのエスカレーターでよく女子の話題になってます。女子の話題、女子の話題ってなんだろう。48グループがショールームを始めて最初のレナッチ選抜でいろんなルーム回ってて見つけました。あったね、そんなの、レナッチさんの選抜。配信見て見つけてくれたの嬉しい。今日公園で初めて見たけどめっちゃ可愛かったよ、初ショールームです。嬉しい、ありがとうございます。今日公園で見てくれた方が来てくれた、ありがとうございます。初ショールームってことはこれ見るために登録してくれたのかな、ありがとう。新しくファンになった方にぜひ5周年の4公演を見ていただきたいですねえ、あの時過酷だったね。映像倉庫で過去のものを見探ったんだけど昔から美女だったんだなって。結構今っぽい、今っぽいって自分で思うんだけど、そう言ってくれて嬉しい。今日の劇場公演最前で見てたら左めっちゃ輝いててやばかった、最高だった、ありがとう。そう、あなたとクリスマスやってたんですよ。センシュアリティ公演ね、なんかセクシー選抜みたいな公演ありましたね。コスメ紹介もします、します。
今一回公演のこととみんなのコメント見てる。女子がヒダイヤ良かったねって言ってるっていうことです。そうなんだ。それを私のファンがこう聞いてるんだね。可愛い、それもみんな耳を澄ませてるんだね。皆さんこうやって昔のあれも見てっておすすめしてくれる、こういうところです、優しいって言ってくれてます、新規のファンの方。ありがとう、なんか幸せだよ私は。なんかやっぱ幸せってさ、人感じ方人それぞれだと思うけど、なんか私はめっちゃこんないいファンの方に恵まれて、なんか昔はファンが少ないとか公演にファンがいないとかすごい悩んでた時期もあったんだけど、なんかその時は考え方が幼稚だったなって今思えば思うんだけど、なんかどれだけファンを大事にできるかだと思ってて、そうだからね、なんか私は数とかじゃなくて愛っていうか思いやりだと思ってるから、だからみんなにね、どんなことしてほしいとかさ、ショールームでこれはこうだからこうした方がいいかなとか、例えば公演の話とかみんなに相談するとみんなさ、なんか助けてくれるじゃん、だから私も頑張ろうってなるし、なんかそういうのがみんな協力してるくれるし、私の元気の源になるから、こうやってなんかショールームも毎日続いてるのかなって思います。フォローしました、ありがとう。実家のピアノ配信が好きでした。嬉しい。ヒダイヤさんすごく大事にしてるのが配信見るたびに伝わってきます。あやちゃんのその気持ちがファンの方の優しさにも引き出してるというか、人柄ですね本当に。ありがとう。素敵すぎて泣きそう。なんか本当にもう心が綺麗な方が多い。みんなありがとう。ね、なんかすごく楽しかったです、今日の公演も。なんかオンデマで見てる人、なんか私のファンの方もいたし、めぐみんの卒業公演だったかな、めぐみのこうアイコンタクトしようと思って公演やってたから、いつもとまあ違う感じだったけど、でもオンデマで見てる人、当たってない人が多いからオンデマで見てるんだろうなと思ってオンデマ見たりとか、あ、この画面の奥でみんな楽しみに私を見てくれてんのかと思ったらめっちゃオンデマ見ちゃうし、でもオンデマ見てたら、あ、劇場来てくれてるファンの方ってなって、めっちゃ忙しかったね。毎日大忙しです。劇場公演。それが楽しい。めぐみんパンチめっちゃ聞いてた、そう。さっきーさんがめぐみんパンチめっちゃさ、わーってやるんだよ。だから私も負けじとも、もう全力でやった。一人公演で服を着ていくっていうのがツボでした。一人公演、あ、コロナの時のおうち公演かな。ね、懐かしい。
もうなんかいろんなとこで私を知ってくれてて、みんな嬉しいよ。やっぱね、イベントやるとなんかみんなの絆も深まるし、まあ、大変楽ではないけど楽しいし、みんなとこうやってねお話できるからいい機会だなって思っています。そう、じゃあちょっとなんか今は公演のお話したから、コスメを紹介するっていうコーナーだったんだけど、あとちょっとさ、35分まで。あ、そうだ、次タブレットでやんなきゃ。インスタの質問する。じゃあタブレットも充電しますね。間に合うかな、充電。やばい、12% しかない。そう、今次のコーナー、まあ36分過ぎからインスタの質問コーナーに答えるっていうので、今ストーリーでインスタの質問を募集してるから、みんなコメントしてください。そう、あの、私がコスメボックスはもうコスメがいっぱいありすぎてまだあるんだけど、お気に入りはここに入れてるんです。これに入れてます。これもなんとファンの方からいただきました。ありがとうございます。これあのメイクさんみたいなメイクボックスで、こんな感じになってる。あ、こんな感じになっててめっちゃいろいろ入るからおすすめ。私が迷うな。でも公園のメイクを紹介したからね。アイシャドウとか結構ね、で結構ね、アイシャドウは韓国コスメが多いかもしれない。しかも色味が大体一緒っていう。こういう感じの色を使ってる。色味の系と似てるよね。これはもう3、4年くらい前にもうめっちゃ流行って買った
これは9点で前買ったけど、ラメが細かくて可愛い。何が一番減るの早い？やっぱファンデーションとか下地？ファンデーションかな？アイラインかな？このクリアのやつも好き。これはね、あのラメが一つしかないんだけど、あと全部マットなやつで、眉毛にも使えるから、これ一つ持ってると便利。かわいい。あとこれは私はまあ使わない色もらったんだけど、まだ使ってない。でも可愛い。 TWICE さんのメイクさんが作ったブランドみたい。ウォンジョンヨ。かな、韓国系はなんかこんな感じで。あとはあと10分くらいかな。あとね、もうチーク、このチークめっちゃお気に入りで、でもバラバラしてるから最近も家でメイクするときは使ってんだけど、劇場とかには持ってってないんだけどね。この紫のこれをチークの上に塗るとめっちゃ透明感が出るの。紫がメイクさんが教えてくれたんだけど、買ったらめっちゃ良くて、これをね、透明感が出るからよく劇場の時に使ったんだけど、ボロボロしちゃってさ、メイクポーチにさ入ると嫌だから、もう家でしか使ってないけど、これめっちゃおすすめ。なんてやつだ、ダズダジダズ9点で買った。デイジーク、これかわいい、かわいいね。あとね、日本のもの、デパコス系だとこっち、これオレンジかわいい。だいたい読めないぞ読めないんですよ。セルボークのアイシャドウめっちゃ好き。なんか普段使いにいいって感じ。ラメ感が、このね、黄色のラメがね、意外と可愛くてね、ほら黄色っぽくないんだよ。これ可愛い。あと田中みな実さんが好きで、田中みな実さんがインしたコスメがあって、これはアンプリチュードっていうとこの、アイシャドウ01番ベージュ。ベージュだけどね、ここがオレンジっぽくて、もうあんまさ、ラメって変わんないじゃんって思うじゃん。でもこのラメはめちゃめちゃね、上品で、ちゃんとオレンジの色もつくっていう、ラメ感が伝わんないけど、本当に可愛い。これはここがちょっとね、練りっぽくなってて、可愛いな。ハイライトみたいに、これ中身も可愛い、中身も可愛くて、パッケージも可愛い。もうさ、コスメってさ、あるのに同じ色買っちゃうんだよね。あとはこの
めっちゃさギラギラ、公園とかしか使えないギラギラのハイライト、スターダストダイヤモンドハイライトパウダー、そのまんまですね、ダイヤモンド。かわいい星になってる。ちょっと見てみよう。わ、ちょっとオレンジっぽいから目が赤くてごめんなさい。かわいいオレンジ、かわいいんですよね。そしてあ、救急車がやってきた。どうぞ、おときします。はい、あとはなんかさ、私そんな豆な方じゃないんだけど、こうサンプルとかもらうんですよ、やっぱコスメとか買うと。そういうのとかは全部なんかこうやって旅行の時とか使えるようになんで入れてる。あとね、キャンメイク、キャンメイクのアイシャドウもこれもめっちゃ好きで、ここだけ、ここだけないの、いつもこれだけ使ってる。ここだけめっちゃなくなり早くて、なんでここが早いかっていうと、これ違う色味なんだけど、まぶたのこの上のハイライトみたいなのに使うのがちょうどいいパール感で、も大好きで、超これは軽いし持ち運びやすいし、これ大好き。同じの使ってる。嬉しい、いいよねこれ。ベストコスメに絶対選びたいっていうやつ、めっちゃいい。これは私もそこだけなくなってるだよね。だから買い足したんだけど、一向にこいつらがなくならないの。あとはリップ系、リップ系かな、ラメ系、まあ、劇場で使う目の下のラメ。今日は違うやつもあっちのバッグに入っちゃってるんだけど、これはね、エチュードハウスのやつ、オレンジっぽいラメで、これはこれはなんか宇宙みたいな色、お店がなんかひょっこりやってて、そこで買ったやつ。マルチプリクラペン、プリクラペン、めっちゃギラギラするこれ。冷たい、冷たい感じで。あとこれは指原さんのブランド、プロデュースしてるコスメブランドリリミューのラメ、これもめっちゃね可愛いんですよ。これラメ感、ラメが大きい
感じだから、もうほんと劇場って感じ。普段使い、私ね普段使い全然ラメ使わなくて、普段のメイクもまた紹介したいけど、なんか最近はねやっぱ友達と遊ぶ時とかめっちゃナチュラルにしてるかな。厚塗りだとさ化粧落ちてきた時汚くなっちゃって肌が。アップになった手が綺麗すぎて、え本当に？私手の形綺麗ってよく言われるんですけど、なんで？骨張ってるからかな。リリミュー可愛いよね。手の甲に乗せるの美容部員さんみたい。美容部員さんめっちゃキラキラなった。もうあと残り30分くらい。一回その1時間でこれが変わるっぽいから1時間で切るんで36分になったら切りますね。はい、劇場公演で左綾の手の仕草とかすごく綺麗だよね。そうすごい言っていただける。それでも結構意識してるかもしれない。意識しちゃってるのかもしれない。じゃあ読もうかな。ランキングいきます。1位 TU さん、2位エイヒレマヨちゃん、3位ともちゃん、4位ノブさん、5位リュッケさん、6位もももももさん、7位ユン台湾アットグンマニアさん、あーマリアのファンの方ありがとうございます。8位ワイマツさん、9位つかさちゃん、10位ナハハンさん、11位アキフミさん、12位キャプテンアクアさん、13位リーちゃん、14位ピータさん、15位あやちゃん、16位もう少しねさん、17位かっちゃん、18位たんちゃん、19位ハッシーさん、20位せいたかくんです。ありがとうございます皆さん。嬉しいわ。ひだやは心が綺麗ですって突然どうしたの？嬉しい。ありがとうみんな。なんか劇場公演で急いで来たんですけど5分6分遅れちゃってごめんね。またリップのおすすめとかやってほしいな。やるやるね。あリップもね今ね紹介しようと思って、そうここにあるので、リップはリップでちょっと入れてるやつがあるのでそれをまた紹介してきたらなって思って、まあ、次はインスタの質問に答えようっていうコーナーするので一回配信をこう切らないといけないっぽいので、またすぐ、まあ、37分くらいに配信するのでこのルームで待っていただければなって思います。はい、なんか質問があればまだ受付中なので私のインスタの質問箱にぜひ何か質問してください。ということで今日初見さんがいっぱい来て嬉しい。劇場公演から来てくれてんのかな。リップ持って、リップ、あなんかスクショ撮ってくれるのかな。待って、ちょっとアイシャドウも持つ。じゃあアイシャドウも見栄え的に可愛い色を。待って、ボサボサっていうか化粧めっちゃ落ちてる。みんなねスクショとかしてくれてありがとうございます。はい、こんな感じで
なんか私のさ癖ってこんな感じって言うよね。やめよう、やだやだやだ、恥ずかしい。こんな感じで口癖だな、やだ直そう。今ね思った、こんな感じって一日に一回言ってるわと思って。取れた、ありがとう。では次もラストスパート行きましょう。もうそのまますぐつけるのでタブレットでね。皆さんじゃあ後ほどありがとうございます。